熱いから、ね、せーの、皆さんこんにちは。検診が終わりました。検診実は昨日だったんですけど、まあなんとなくね伺っております。 そんな悪い結果じゃなかったってことで。そう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 、まあ、今回も入院は免れて帰ってこれたわけですけど、なんと問題の子宮頸管長は前回より伸びてました。どんぐらい1ミリもいかないかな。じゃあ22ミリぐらいってこと。伸びるなんてことあんのって思うじゃん、うん、24.7ミリ。ええめっちゃ伸びてるじゃん。それも先生に言ったの、伸びることってあるんですかって言ったら、まあなかなかないから、こう結局エコーで当ててるじゃん、長さをしっかり上下で測ってるわけじゃないから、まあ多少誤差はあるけど、まあ、24ミリぐらいだと思ってもらえたらって言って。 24.7、 うん、3ミリ伸びてるよ、ぴったり。そうそう、これで油断、まあ、前回がちょっと測り間違いだったのかもね。うん、かもね。だって一気に短くなったもんね。まあこれで油断するわけじゃないけど、まあ、順調に針止めが効いてますよということで。はい、良かったですマジで。で、まあ、そんな油断はしてほしくないけど、日常生活ぐらいの運動ぐらいは大丈夫だよってことなので、なので今日もドライブに。そう、行けるってことで、うん、難しいね。そう、ちょっと動いていいですよ、ダメですよ、いいですよ、ダメですよってね。で、しかもマリナなんと驚いたのが体重がですね、はい、毎回減るんですよ。なんで動いてないのにね。そう、動いてないんだけど、ちょっと増えすぎだよって注意された時あるじゃん。その時から、まあそんな気をつけてないけど、妊娠前よりプラス7キロです、今。プラス7キロ、はい。なので毎回減っていくの。そう、今7キロ。2週間ごとに検診行ってるじゃん。2週間ごとに1キロずつ減ってって、ピークで9キロ増えてたの。じゃあピークよりマイナス2キロってこと。はい、めっちゃ減るじゃん。けどさ、あの洋服着た状態だし、そう、その時のコンディションとか洋服の重さとかもあるから一概にも言えないですけど、けど赤ちゃんは順調に成長してて、うんうん、大きくなってんの。そう、1800、前回1250ぐらい、前回1600か、1608とかそんなもんだったかな。それが今1780だから、そんなに大きくなってないですかねって先生に言ったら、まあ1800ぐらいだと思ってくれればって言って、ちゃんと成長してますよって言われました。まあ目安だもんね、あくまでも。そう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 、目安だからね。けどその他よくさ、妊娠後期に起こりがちなさ、むくみが出るとか尿糖が出ちゃうとか、うん、そういうのはないので、よかった、割と順調に来てます。で、逆子もね、今んとこ、ね、そうそうそう、逆子にもならず、よし、来ておりますよ。毎回ドキドキだよね。検診の前の日の夜はさ、毎回今日が最後かもねとか言ってドキドキしております。カメとマリナ、はい、ちょっとご飯食べてきちゃいましたね。はい、ウォービーウォービーウォービー。なんかね、うん、旦那さん立ち会いできますよっていうのは知ってるじゃん。はい。で、なんか旦那さんとあと2人なんか立ち会いできる、お産の時に。そう、あと2人。そう、へえって言われて、誰か呼ぶかなっていう相談をしたいです。あとで。わかりました。ママ呼ぶか、ママ呼ぶか、ほうほうっていう感じですね。へえ、あんまり聞かないね。でもね、あ、親がいるの。そう、自分の親がいることはあるけどね。あ、本当。そうそう、急カーブです。これからも無理せずのんびりドライブとかしながら、うん、ゆっくり、いや本当よかった、準備していこうと思います。はい、はい、こんな感じです。前なんか母子手帳さ忘れたじゃん、はい、病棟に、病院に。はい、で焦ったね。なんで、え、入院になっちゃったかな。なんかえドキッとして、え、もしかしてこれ入院って、うんうん、そしたら普通に助産師さんが母子手帳を返し忘れてたって、ね、うんうん、その説明まであった、返し忘れちゃって。あ、そう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 、だから最初マジでね、やっぱ入院かなみたいな。これ悲しいね、そう、入院になったら。そしたら3ミリ回復してたのね。ね、ちょっと3ミリ回復ってそんなことあるんだね。ね、まあけど本当この2週間本当に出かけず頑張ったからね、うんうん、じゃあ帰りまで無理せず座ってます。はい、はい、こんな車ですけど、すみません。
ちょっとそろそろね、ベビーカー積みたいんだよね。あ、チャイルドシート。チャイルドシート。確